丈夫だよあなたは。私がいなくても。はい、皆さんこんばんにちは。そしていらっしゃいませ、浅田くんけです。というわけで、虚栄都市やってくよっつっても、まああれですよね終わったんですけど、本編は。ですけどよ、せっかくだから、これね、再剣、最後の剣の物語、なんか全然触れずに終わってしまったんで、これをね、読んでいきたいと思います。もう、ただの朗読劇ですわよ。というわけで、まあね、最後の剣の物語、過去編からね、読んでいきましょう。じゃあまあ、じゃあ、読んでいきまーす。過去編の章。最後の剣の物語、過去の章。今夜のホルホー杉の森は騒がしい。山の斜面に沿った獣道を見下ろす断崖に立ち、ナランは腰の短剣に少し触れた。父親の片目のこの剣に触れると、勇気と冷静さを取り戻してくる気がする。足の位置を決め、慣れた手つきで弓に矢を構え、もう使えた。ああ、なるほど。慣れた手つきで弓に矢を使え、つがえたね。神々野郎だね。急に、召集されたのでマントを忘れてしまった。そろそろキラナリの花が咲く頃だが、夜はまだ寒い。南の集落から火の手が上がっているのが見える。ラランは幼さの残る眉を潜めた。オビルのトバヘイだっけ、子供の頃よく遊んだマースを思い浮かべた。あの集落に住んでいたはずだ。誰？オフィルとマース、誰だ？てかラナンさん女性なのかな。で、しかし彼の顔ははっきり思い出すことをはできなかった。エルフの血を引くナランは、あ、エルフなんだエルフの血を引くナランは村の人々よりも寿命が長い。マースは生きていれば今頃150歳くらいだろうか。つまりマースは人間なのかな、わかんない我ながら薄情だなと思いつつ、やつらが村にたどり着くのを少しでも遅らせなければならない気持ちはあった。村にはエレナがいる。待てマースがいてエレナがいるの。まあ、マースはもうね、100年くらい経ってからお亡くなりになってるでしょうね。そりゃエレナね。てかランランはやっぱり女性なの。ラランの少し尖った耳がピクリと動いた。まあエルフだからでしょうね。眼下の獣道の奥から大勢の人の気配がする。正確には人ではない。七の塔の魔法使いオヒルが操っている怪物だ。つまり魔物だと。鎧をまとった大きな豚が二足歩行で騒がしく歩いている。十匹ほどのオーク鬼なのかな、オーク鬼の
舞台のような鬼でもいいのかな。なんだろう。めいめい様々な獲物を手にして、獣道をひしめき合いながら進んでいる。近づくとひどい悪臭をするのだ。ラナンはそれを思い出して顔をしかめた。うーわ、みたいな。うーわ、くっせ、みたいなね。モルボルか。少ないな。仕方ない。そうつぶやくとラナンは弓を引き絞り、あさっての方向に、よう、あなたあさっての方向ってどういうことだ。矢は軽やかに空を包むと光を帯びて断崖にせり出した岩に突き刺さった魔法の矢だ。まあ、光る矢ってこと。矢が小さく光ると岩はひび割れ、獣道の豚どもの上に降り注いだ。なるほどね、岩を狙ったのね。ゴーゴーと上がった、土煙が土煙かな、土煙が収まると獣道は静かになった。多く鬼なのかな、多く木なのかな、わかんねえな。多く木の部隊は全滅したようだな。鬼でもどっちもいいけど、あと2本か、とても足りないな。弓があと2本しかないっていうことかな。光の矢が2本しかない、ゼルデンみたいな。ラナンは弓を背負って村へ駆け出した。途中で同じように遊撃に出ていたケーンが合流した。ケーン誰やねん。また新キャラ出てきた。なんだっけ、エレナが村にいて、その村を守ろうとしてるのはラナンで、でまあなんか同じようにケーンというような人がいると。はあ、ラナン、南の集落が潰されたぞ。奴らの狙いは何なんだ。やっぱり食料か。さあ、でも食料じゃないだろうな。財宝か。村に財宝なんてないだろう。僕も知らないよ。なんだよ、エルクのくせに。この年でも知らないことの方が多いのさ。いや、僕ってことは男なのかな、な。それとも僕っ子なのわかんない。性別がいまいちよくわかってないな。ラナンはオビルの狙いが賢者の遠石でいいのかな、エメラルドでもいいのかな。エメラルドちゃうでしょ。賢者の遠石だということを知っていた。あるじゃん。村に財宝あるじゃん。村にはその言い伝えのようなものがあるが、おとぎ話のようになっていて、ありかを知る者はいない。はあはあ、なるほど。ラナンは父親と共に縁石を求めてこの村にたどり着き、二代にわたって用心棒のようなことをしながらそのありかを探していた。ラナン自体も探しているのか。大体の名字はつけたが確かではない。しかし今のラナンには縁石よりも村人たちの生活の方が大切だった。エレナ、そうつぶやいては、そうつぶやいてはっと横を見るとケンがにやついていた。素直で機敏な若者だ。若者ってことは、まあケンは男でしょうね。わかんないか。無駄にたどり着いた。まだ多く気は来ていない。ナナンは縁石のありがとう目星をつけている村の外れの井戸に駆けつけた。荒らされた様子はない。だがオギルが来ればやがて見つかってしまうだろう。その前に始末してくれるわ、みたいな。その時ラナンの胸を剣が貫いた。マジで、どういうこと。背後から剣が突き刺している。おい、お前が狙ってたんかい。案内ご苦労。
こんなところにあったのだな。剣の影がぼやけたと思うと、少年の魔法使いの姿になったオフィールだ。なるほどね、化けていたのか。変化の術か。ああ、ラナンがその場に倒れた。うわ、血がドバドバみたいなね。胸から血が溢れ出していく。薄れていく視界の中でオフィールが探知の魔法を使っている。もうダメだ、賢者の越石がブラッみたいなね。その時ラナンを強く揺り動かす者が揺り動かす者がいた。わずかに意識を取り戻し、重々しくまぶたを開ける。剣だ。あ、モノホンの剣。ラナン大丈夫か。誰に何を言ってるんだ。ラナン大丈夫か。君がやられるなんて、もう心配しなくていい。僕は終わりだ。今すぐ手当てをするから。まあ好きにしてくれ。それよりナナンは腰の探検を剣に渡した。探検を剣、剣を剣。シャリじゃないんだから申し訳ないが、あとは任せた。ナナンはそう言うと空を見上げ、静かに最後の呼吸を終えた。ああみたいなね。ラナーン、売剣みたいな。売剣、畳返し。ここで終わりか。なるほど。病太郎さんのこの姿を見てしまうとなんかすっ飛ぶんだよな。はい、というわけで次じゃんじゃん行くよーって思って結構な時間食っちまったな。俺がわけわかんないこと言うからだ。というわけで10、まあね、2章、漆黒の城。あれから彼は命からがら逃げ出して、今は漆黒の闇の中にいた。漆黒の空間は彼を乗せた7つの頭の白馬が進む。どういうこと?7 つの頭の白馬。怖くね？白い体が発する光は深い闇に落ち、打ち消され、その姿を見る者はいない。いない、はあ、白い、船体、船体の宇宙、巡洋艦、打ち合いヒシュラブス。言いづら。打ち合いヒシュラバースは？ちょ、待て。え？船体の宇宙船、宇宙船ってこと？え、どういうこと？地球時間で丸2週間ものや、もの間、漆黒の闇の中を進んでいる。戦況の中断にある司令室の窓はまるで防護扉を閉じているように真っ暗な壁であった。ああ、ちょっと待て、話がよくわかってないんだが。彼、この物語の主人公であるモミホック中将は、誰？モミホック中将って誰？ラナンとかケンとかどうした？この物語の主人公なんだね。ケンでもラナンでもなかったのか。はいはい、モミホック中将は、拷問か、帝徳と、帝徳ね、帝徳の帝徳ですね。の異名を持つ、頼りない。頼りない軍人だ、頼りない。拷問帝徳の異名を持つのに、頼りないの。モミホックは、変化のない窓を見ながら2週間前に、冥王星軌道上の宇宙要塞で行われた、戦闘のことを思い出していた。
1年半に及ぶ太陽系での大規模な戦闘によりグランゼーラ、グランゼーラ会社名じゃんグランゼーラ革命軍は地球スワ統合軍の圧倒的な国力の前に戦線収縮を、余儀なくされ冥王星の宇宙要塞に垂れこもっていたが、それも2週間前に制圧されてしまったとさ。ああ、制圧されちゃった。モミゴック中将を率いる冥王星基地、基地駐留軍は数隻の、まあ、宇宙艦艇に兵士を乗っ取られるだけの乗せられるだけ乗せ、宇宙要塞に備えてあったレールガン式カタパルトでどうにか外宇宙に向け脱出することができた。全然なんか話入ってこねえよなんだって、なんかすごい文字いっぱいある感じかな。モミホックが考えていたこのわずかな鑑定で太陽系を奪還する方法を地球統合軍とまともにぶつかっては勝ち目がない。地球統合軍っていうのが敵なのかな。こちらは艦艇をも搭載している次元戦闘機も全く足りないのだ。戦艦だ、戦艦なのか艦隊なのかね、艦隊なのか、艦艇だね、あれもうわけわかんなくなってきた艦艇を搭載している次元戦闘機っていうのがよくわかる考えがまとわらず食べかけのシフォンケーキにフォークを突き刺し口に頬張った瞬間、副官の美代子 G ラザロフ少佐が声を発した。また出てきたなまた新キャラ出てきたな、美代子さん。モミオックデートグ3時の方向に先鋭数隻味方の識別信号を出していません。指令室部内が騒然とする。先手を打たれたか。モミホックは軍服の袖元を緩め、指令室の天井にかけられた大型スクリーンを見上げた。スクリーンにはウーア・ウーカン高校の空間が映し出されているな。闇の中に光の粒子が湧き出しているのが見えた。闇の中に湧き出る光が瞬く間に左右に広がり、モミホックたちの艦艇を取り囲むように展開していく。通常宇宙とは 0.5 次元ずれた位置にある漆黒の悪空間で、なんだって0.5 次元ずれた位置ってなんだ。白い、円体なのかな宇宙世界線よ。うっちゃ出たよ。うっちゃい、ひしらばすわ。臨戦態勢に入った。まあ、つまり、悪空間内での戦闘だろうね。要するに、ほら、ワープゲートみたいな、ところの中で戦闘が繰り広げられる。そんなところで戦闘したら、次元の狭間にすっ飛ばされてしまうね。はい。最後の剣の終わりは終わりか2巻これで終わりか。え
なんかファンタジーかと思って急に SF になったが、あれからいろいろあったが、剣じゃ。ちょっと待って。モビホック中将はどうしたんだ？剣は三日三晩歩き続けていた。はあ、なんだっけが、ああ、飢餓の章ね。飢餓の章ですね。皆さん、三巻の飢餓の章です。はい、一ページ目です。ここテスト出ますじゃないんだけどね。まあ、三日三晩歩き続けていたと剣は、あれからって言うかわかんないけど、あれからいろいろあって三日三晩歩き続けた剣。しかし、池ども町も村も見つからず、とうとう食料も水も飲み水も尽きてしまった。剣は強烈な空腹を襲っており、ああ、これはダメかもしれないと、半ば諦めてさえいた。それでもしばらく歩いていると、ボロ布をまとった老人が、亡霊のように道に佇んでいた。剣はこの辺りに村か、町か村がないかを尋ねると、老人は弱々しく森の奥を指さして、村か、と、ぽつりとつぶやいた。剣は解釈をし、森へと入っていった。森が、村が、つってるんだから、絶対何かあるだろ、これは。森には、草木がうっそうと茂っており、草木だな。草木がうっそうと茂っており、剣を阻んできた。本当にこんなところに村があるのかと、剣はだんだん不安になってきた。それでもなんとか進み続け、周りがすっかり暗くなった頃、森の奥で大きな湖を見つけた。湖には月の光が、湖でもいいんじゃないの。落ちてゆらゆらと揺れており、しばらく湖の月を見つめていた。何か浮いているようにも見えたが、空腹で我に帰り、急いであたりを見渡した。しかし、いくら探しても村は見当たらなかった。道に迷ったのか、老人に騙されたのか、空腹もいよいよ限界が近かったが、ここで戻るしかなかった。湖を離れ少し経った時だった。どこからかスープか何か食べ物のような匂いが漂ってきた。何？やはりこの辺に村があるのだろうか。匂いを追ってみると、なぜか先ほどの湖に戻ってきてしまった。どういうこと？しかしそこには先ほどまでなかったはずの村があった。幻でも見ているのかと思ったが、煙突のある平べったいキノコのような家々が大小5軒ごと並んでいる小さな村が確かにあった。不思議に思ったが、それよりも助かったと安堵した。どういうことだ？幻の村的な？キノコ城ってどういう家なんだ？未来のあの家みたいな感じなのかな？わかんない。家の窓から明かりが漏れていたが、中の様子は見えなかった。とにかく食料を分けてもらうため、一番大きな家の入り口に向かった。誰かいないかと大声で尋ねてみたが、返事はなかった。扉を叩いてみると、ギーと扉が開き、中から食べ物の匂いが漂ってきた。少し罪悪感があったが、ケンは家の中に入ってみることにした。家に入ってからも誰かいないかと叫んでみたが、やはり返事はなかった。それよりもおかしなことは、家の中は食べ物の匂いでいっぱいだったが、家の中はガラン堂だった。ガラン堂ね。ま、ガランとしてたんでしょうね。しかし歩き回ってみたが、階段などもない一つの部屋のようだった。よく見ると、部屋の隅に何か落ちていた。
剣はそれを拾い上げた。それは間違いなく人の骨だった。何？そして次の瞬間、家が大きく揺れ始めた。身の危険を察して、振り返ったが、いつの間にか扉がなくなっていた。なんだってどういうこと？家の揺れは激しく横に動いているようにも感じた。あ、わかった。なんか化け物の腹の中入ったろ、これ。倒れそうになりながらも、とにかく剣を壁に突き刺して出ようとした。突き刺した剣の感触が奇妙だった。カビには妙な弾力があり、見た目より柔らかく、そして刺したところからドロイと赤い黒い液体が流れてきた。やっぱりか。モンストロの腹みたいなところに入っちまったな、こりゃ。この家は生物だった。擬態して匂いで誘い、捕食するそういう生き物だったらしい。うわぁ、やだ。剣はとにかく壁に剣を突き立てて、剣って言いづらくなってきたもん。剣が剣を突き立てたってもん。シャレかってよ。すると穴が開き、今度は透明な水が噴き出してきた。何？部屋はどんどん水で満たされていくので、とにかく穴を押し広げて外に出た。外は水の中だった。ああ、湖の流らしい。先ほどの生物は湖の底にと沈んでいった。しかし目を凝らすと、他の家々が湖の水を水面下でゆらゆらと浮かんでいた。ああ、まだいっぱいいるんだね、その化け物が。湖の中に。怖っ。剣が岸に上がると村はすっかりと消えていた。湖には煙突だったものが水面から顔を出している。あれで呼吸してるんだろうか。それ口だった。それ口だったのかな。剣は老人のもとへと急いで戻った。しかしそこにはボロ布と骨が落ちていた。ボロ布と骨が落ちていた。ああ、ふと家の中で拾った骨を組み合わせてみると、ぴったりと大きさがあった。なに？不思議な体験をしたが、剣の空腹もそろそろ限界だった。おもむろに切り取った家の肉を頬張ってみると、まるでスープのような味が口いっぱいに広がった。それ食ったの？うわ。剣は奇妙な満足感を得たまま、再び旅立つのだった。剣の奇妙な冒険になってるんだけど。剣の奇妙な冒険ですよ、もう。はい。次は、グレンの書。グレン？ラガン。その後、剣は、港町に着いた、たどり着いた。長丁場となった旅で疲れた体を癒すためである。戦いに明け暮れた剣にとって港町での時間はしばしの安らぎの時間となっていた。しかし剣がこの町を訪れた理由はもう一つあった。この町にある武道具で闘技場で優勝すること、そして認められた戦士に与えられる王家の秘宝の盾を入手することだった。魔法使いに復讐するとかではないのかな。なんだっけ、オフィールだっけ。王家の、秘宝の盾を手にすることをすることは最強の証でもあるため、世界各地から闘技場に強者が集まっている。ああ。闘技場は自分の実力を知りたい、強者と戦ってみたいと考えるケーンにとって夢の舞台であった。ケーンがケーンマスターになるわけです。竜巻旋風？翌日、闘技場でついに戦いの火蓋が切られた。ルールは一対一のトーナメント形式で、
どのような武器の使用も認められている。ああ。人族以外にもトロール族、ケンタウルス族、超人族など、様々な種族が参加している超人族。あれですかね。サムスにいろいろと その超人族ではないの。剣のように剣術など武具を用いるものから、魔法術を用いるものまで、様々な強者が集まっていた。ちょっと待て。モミホック中将の話はどこ行ったんだ？ 今更だけど。強者たちの前に血がたぎる剣は、愛剣の爆熱剣。ラグンラーゼ、ラグンラーゼ。グランゼーラでしょ、これ。ちょっともじったやつでしょ、これ。を手に、戦いの舞台へ挑むのであった。はあはあ。剣を1回戦、2回戦と、並み居る強者を倒し、勝ち進んでいく。爆熱剣、ラグンラーゼの炎の切っ先の動きは、並大抵のものでは読み切れない。つまり、剣強いな。剣強いんだね。そう。爆裂剣も剣と一緒にここまで苦難の連鎖を乗り越えてきた。はあ、長い時を乗り越え続けてきた剣の熱い思いに爆裂剣も応えているのだ。いるのだ。強くなりたい。その思いを胸に力を求めてきた剣を止めることはできない。はいはい。圧倒的な強さの炎の剣士の快進撃に観客の誰しもが剣の優勝を疑わなかった。戦いの宴もついに残り1周。ああ、剣はついに決勝戦までたどり着いた。決勝戦の相手は剣より一回り小さな少年だったが、剣は少年の持つ紅の剣を見て驚いた。そう、それは熱い志を持った者に火の神が与えるという。爆熱剣ラグンラーゼ、お前も持ってんの？ 剣が持つ剣と全く同じ剣である。もう剣が持つ剣と全く同じ剣って、もう剣どんだけ続くの？ シャレじゃないのよ別に。てか2つあんのか、このラグンラーゼは。伝説の剣でも何でもねえじゃん。2人の炎の剣士による最後の戦いが幕を開けた。同じ爆裂剣使いの相手に驚きを隠せない剣に対し、相手の少年はどこか嬉しそうな笑みを見せる。戦いの最中、ふと剣の脳裏に一人の人物が思い浮かんだ。若い少年、強さを求め、紅の剣を持つ。そう、その正体は剣の生き別れの弟だったのだ。なんだそれ。 どういうことなんだ、お前弟いたの？なんだってですよ。剣はかつて己が無力だったために弟を失ったと自分に言い聞かせていた。弟はまだ自分自身に力がなかったために、兄に辛い思いをさせていたと考えていた。愛する家族を失ったからこそ2人は力を追い求めるようになった。そう、これ以上悲しみの連鎖を増やさないために、そしてまたこの思いが2人の兄弟を引き合わせたのであった。炎の決戦から一夜が経った。ああ、2人の全力を出し合った戦いにより、2本の炎の剣は長い眠りについた。弟が本当の意味で強くなったのを見たからだろうか。剣はまるで安心したかのように、
静かな佇まいとなっていた。あらら、力はなくなってしまったのか。弟の熱き思いを胸に刻んだ剣は再び旅に出る。次こそは最強の証を手に入れるために。終わり、まあ、終わったな。終わったけどさ、結局どっち勝ったのこれ。わかんないなぁ。てか長いなぁ。やっぱり。ちょっと、動画を分けるかもしれないなこれ。とりあえずこの5章までね、読みたいと思うんですけど、微水なのかなこれは。微水の章なのかな、第5巻ね。あれから剣は以前世話になった部族の村を目指すことにした。以前世話になったって、どこにも書いてないけど。それから数日が経ち、サビリア山脈の山道を歩いていると、ふと山道の脇の茂みの奥から美しい、弦で奏でられたような音楽が聞こえてきた。好奇心に駆られた剣は茂みに分け入っていく。その奥には山肌が露出した崖があり、小さな穴が開いていた。剣が小さな穴を覗き込むと、中はもやが立ち込めており、何があるのかよくわからなかったが、音楽は確かにその穴の奥から聞こえていた。もう少し様子を確かめようと顔を近づけた瞬間、目の前が真っ暗になり、剣は気を失ってしまった。どういうこと？目を覚ますと、剣は、なんだこれ。草原色なのかな。液体の、青緑色なのか。青緑色の液体の入った大きな鍋のようなものに使っていた。風呂だな。違うな、絶対これ。食われそうになってんじゃん。鍋の下には火が焚かれており、温められた青い緑色の液体の湯気が目や鼻に激しい痛みをもたらした。剣が慌てて鍋から出ようとすると、見たことのない生物に押さえつけられてしまった。なんだお前らはみたいな。その生物は身の丈は1メートルほどで、一見人間のような容姿ではあるが、顔には目玉一つと、その下に口のようなものがあるのみ。要するになんかちっちゃいサイクロプスみたいなもんがいるってことが、裸体に腰身のように毛皮を巻いている。やっぱりそうか。なんか毛のパンツみたいなの履いてんでしょうね。筋肉はあまりついていないように見えるが、かなり力が強いらしく、その生物一体の上で剣は身動きを封じられてしまった。強えよ、このサイクロプスもどき。剣が改めて周囲を見渡すと、そこは集落のようであった。半球状になった複数の建物らしきものは見たことのない、ツルツルした質感をしていた。要するに鎌倉みたいな家ってことだよね。雪のね。半球体っていうとそうだな、そんな感じよね。そして剣の入った鍋の周囲には剣を押さえつけている生物と思わない同族と思われる者たちが数十体剣を見つめていた。ジーって剣が目を覚ましたことに気づいた一つ目の生物たちは、ゲッケーというような言葉を一斉に発しながら踊りらしい動きを始め、うたけじゃーみたいなね。耳鳴りがしだし、また意識が遠のき始めた頃、
集落の奥から大きな影が地響きを立てながら、影が地響きを立てながら近づいてくるのがかすかに見えた。はあ、かすかに残る意識の中で剣が鍋ごと持ち上げられるとごくりごくりという何かを飲み干す音を聞いたぜ。意識を失った剣の頭の中に声が響いてきた。ほねらりのふならま。ほねらりのふならま、ないそれ。その声とともに先ほどの音楽が再び聞こえてきた。ほねらりのふならま、イエーイ、ピピロピピロみたいな。ピピロピピロっつうか、弦みたいな音だから、もうジャケジャケーンみたいな。ギターじゃん。目を覚ますと、剣が最初に覗き込んだ穴の前にいた。気がつくとそこは、みたいなね。改めて穴を見ると、中は数センチで塞がれていた。ああ?音楽はもう聞こえてこない。胸元には見たことのない文字の書かれた、多分これ、羊皮紙だな。羊皮紙が入っていた。そして剣はしばし、虚空を見つめた後、再び、旅へと戻っていた。ポカーン。よし、旅に出よう。はい。というわけなんですけど、ちょっと一旦ここで終わりますね、秒太郎さん。秒太郎さん。おもろいな、もう。はい、いや、でもなんか、最近面白いな。はい、それではね、ちょっと前編後編に分かれます。それではまたのご来店、お待ちしておりまーす。